とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー初見攻略やってます。今回は18回から30回までやっていきたいと思います。では、報酬なしで行きまーす。で、ここでもう防具のパワーが足りなくなってるので、防具を変えましょう。ちょっと待って、弓がね、まだ初期状態なのよ。弓を変えたい。うん。さすがにもう600本以上あるんで、何か使いたいのね。あー。なるほど。ここはめんどくせえぞ。ちょっと待って。OK。敵が多い。あのでもこれ8は本当に良かった。うん。マジネスは本当にね、良かったわ。これがタゲ取ってくれるんで、まだマシに動ける。キャッ！とんでもねえな。よし。弓がね、いいやつあれば、それで攻撃していっていいんだけど、弓が全然なかったんだな。はい。19回終わり。結構火力が高い敵。あー、いいんじゃない？そうね。汚れするか。どっちかだよ。変わりゃせんから、こっちでいいや。で、ボスか。どうするか。とりあえず、虚無。クリティカルの無限はいらないもんね。ヒューズショット入れてけ。で、ライフブーストも入れちゃいましょう。オッケー、いけ。なんだ？いいね。いいよ。2匹だったら1匹は速攻いく。ああダメだった。ああでもよかった、ヒューズでいけましたね。ああ問題ない問題ない。よし、いいよ。はい、オッケー。20回クリアです。いらんかな。で、ここ、オッケーオッケー、いいね。あ、久しぶりにこのヒューズショット使ったけどさ、悪くないね。うん、ヒューズショットいいよ。よし。おうおうおう、意外と爆発の範囲も広くっていい感じだわ。いいね。いったね。うわ、全然止まんかった。いや、そんな敵多くないぞ。おお。結構敵多くなるかなと思いきや、そうでもない。倒した。あ、倒したね。ヒューズがここまでいい感じになるとは思わなかった。ああ、いいね。まだ、あ、こっち、ああ、ブレイズが一体いる。そっち行くなって。終わり。21回クリアでーす。愛のメダル欲しい。うん、これも愛目でしょうね、これ間違いない。違う、パワーポーションが出てほしかった。これエコーはほんと失敗。エンチャでエコーを入れてるんだけど、エコーは良くなかったな。ボスと戦う時は別にいいかもしれないけど、ザコの時が
ちょっとね、足が止まるのよね。それが、結構気になる。うん。ちょっとこれには合わなかったね。うん。攻撃しながら動けるタイプの装備だったらいいけど、動けないタイプだもんな、これ。今もちょっと愛のメダル使い方失敗したっしょ？だから全部ボタン押しちゃった。あ、問題ない。いざとなったら、激光もついてるし、うん、瀕死になったら、速度が 30% 上がるので、50% か？だいぶ、いいもんね。ダメだな、やっぱり、エコーで、2回目振った時に、方向転換とかそういうのができればいいけど、その場で振るからね、2回。隙ができる。武器変えたいな。なんか武器変えたい。そろそろなんか来ない？ねえな。そのまんま行きまーす。で、ここね。よし、まあ、今攻めるところの救いがエコー1だったっていうとこよ。エコー3だったらこれやばかったよ。よし、若干クリーパーが注意かな。うん、おいおい、わお、いけ。いやいやいや、敵の方にもうちょっと行って突っ込んでいってくれ。終わり。23回クリアでーす。いやー、欲しくない。うわ、ちょっと待って、これ落石で死ぬなよ。結構ね、やられることあるんよね俺。危ない、よかった。落石注意ね、ほんと。もう消えるなって。おーし、ナイス。今のはエコーが良かったよ。まだいるんでしょ。ほっほー、 OK。 もう多分倒し終わるはず。いやいや、エンダーバイト多いな。はいはいはい。おい、エンチャンター、終わりか。うんうん、まあ最後にちょっとエンチャンター出てくるんで注意ぐらいか。いいのがない、いいのがないよ。ちょっと待って、武器攻撃力ももう低いって。エイリーがあるからなんとか持ってるけど、ちょっといいやつ来て。このままじゃちょっと、うん、上層階でちょっとつまずきそうだわ。しゃ、もう一発で倒しきれてない。ああいう雑魚ゾンビはね、ワンパンで倒せないと。しゃ、 OK。これあんまり前に出ない方がいい感じか。いけ、いった。多いな。あ、まあ完結でそこそこ回復はするけど、多いわ敵が。ものすごい敵が多い。やだなこれ。危ねえ。危なすげ
げえ多いじゃん、ここ。いけ。終わりか。よし、25回クリア。武器欲しい。ない、武器がない。ちょっと弓多めに戦っていくか。はいはいはい。プレステ版ここ落ちやすいから注意なんだよね。敵がものすごい多い時に。よし、 OK、 ナイス。このスイッチ落ちちゃうと落ちるんだよね。この時に要注意しとかないと。ここはおい、めんどくせえなあいつ。シルバーフィッシュ倒したぐらいじゃ全然回復しないわ。ちょいちょい、どこ行く。いや多いわ、敵多い。ちょっと待って、あいつ攻撃力高くない？びっくりするぐらい高かったんだけど。ビビったわ、火力の高さに。3発もらえばやられるぐらいだったよね。26回クリア。おー、キノコか。トロ、うん、キノコちょっと持っていきましょう。待て待て待て、おいおいおい、結構火力高えぞ。待て、よし、まだいるんか。まあいるわな。あ、でももう、 いないのかこれ。まだいた。しゃあ、おーい、おーいって、待てって、もう。いや、ちょっとこう戦い方こう注意だぞ、ここ。どう戦っていくか。ここはちょっとマジ注意していかないといかんね。あとあとちょっと場所変えるか、戦う場所を。すごい戦いにくい。待て、ジオマンサー、うっといこいつ。よし、あぶね、危ないよ。待て、あぶねえ。よし、もうやられるぞ。最後の追い込みの敵がすごい、ここは。よし、いい装備が本当にないんだって。本当に。で、承認28回でしょ。で、29回、難しくなりそうだ。武器だろうね、ここは。次の回で武器が出てくるとは限らんからね。まあバーストクロスあるからちょっとはマシかな。オッケー、行きましょう。ライフブーストで結構 HP 上がってるんで大丈夫でしょう。おお、ここか。はいはいはい、まあまあ弓でブスブスいけば倒せるんじゃない。
うんうんうん、オッケーオッケー、長弾がついてるからここにはすごい向いてるわ。いけ、いいね。そうね、仲間のやつが全部落とされたわ。いけ、待て待て、火力スキルがもうちょっとついてりゃよかったなぁ、ば、クロス棒に。いいよ、いいね、よし、いけました。まあ、あと1回やられていいし、まあボスは倒せるでしょう。何が来るかな、めんどくさいやつじゃないならいいけど、さすがにテンペストゴーレムないっしょ。武器がなんか出てきてくれれば嬉しいけどな。まあいいや、このまんまで。うん、いきます。エンチャをもうちょっと入れるか。いや、エコは良くないぞ。まあ速射弱体化入れとけ。何が来る、なんだ、2体、はい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 、オッケー。最初にあいつ倒せたっていうのはめちゃくちゃでかい。うんうん、まああとは楽勝っすよ、あとは楽勝。はい、うん、まあ難易度的にはそんなに高くない感じですね。はい、ということで行きましょう。まあ、27回ぐらいがちょっと難しかったかな。どうだ、よくない、よくない。輝くロープぐらい、うわー、うん、全部いらないね。はい、ということで、今日はタワーの初見攻略でした。うん、まあ、今回はだいたいクリアできるんじゃないですかね。では次はね、攻略動画も出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。